それじゃあ、本当に短い時間ですけど、この大事な課題をコーディネーター堀口ですけども、務めさせていただきます。現在、早稲田大学の名誉教授です。どうぞよろしくお願いします。それでは次は北海道かな。どうぞ自己紹介をお願いします。北海道庁の鈴木です。よろしくお願いいたします。本日は北海道で取り組んでおりますスマート農業の事例についてご紹介したいと思いますので、よろしくお願いいたします。じゃあ、次で山形かな。はい、山形県庁の高橋です。本日は山形県からは山形県におけます農業労働力確保の取り組みについて、ご紹介させていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。はい、ありがとうございます。それじゃあ早速進めてみますけど、このセッションは2つの課題を持っているのでね、いやいや2つに分かれますけども、お互い自治体を含めて、意見交換をどんどん出していただくという趣旨で、お願いをしたいと思います。じゃあ、まず、北海道の課題と取り組みについてお願いします。じゃあ、よろしくお願いいたします。北海道からはですね、就農減少に対応したスマート農業の取り組みについてということでご紹介をしたいと思います。まず資料の、次のページ、2ページ目をご覧ください。この図をご覧になっていただくと、これをご覧になっていただくとお分かりの通り、北海道、ご存知の通り、右の本土と都府県の農家の比較というところをご覧いただきたいんですけれども、今現在、販売農家1戸当たりの傾向地面積が、これ26.5ヘクタールということになっております。これがですね、他の県の1.8ヘクタールに比べますと、およそ14倍というような広さになっております。で、その下のですね、65歳未満の比率を見ますと、都府県が33.9%に比べまして、北海道は64.9%ということで、規模が大きくて高齢化が進んでいるということでございます。で、その下の種苗農家率、これにつきましては北海道が73.1%ということで、7割以上がですね、専業的に農業をしているというような現状にございます。で、こうした中、問題になってきますのは、高齢化が進んでいるということと、1戸当たりの、乳幼牛の飼料頭数もそうなんですけれども、1戸当たりの経営規模が非常に増えているというような問題を抱えております。で、その次のページなんですけれども、そうした一方ですね、北海道の農業としましては、各地帯別にさまざまな農業が展開されております。で、ご覧になって左側の下の方は道南地域ということですけれども、こちらの方は野菜、果樹、それから畜産ですとか、さまざまな農業が展開されている一方ですね、道東地方、この絵にの右側の下になりますけれども、大規模な酪農地帯が広がっていたり、道北ですね、その稚内上の方になりますと、同じように酪農地帯ということで、北海道一色ではなくて、地域によってはさまざまな農業が展開されているというところです。で、そうした中、これからご紹介しますスマート農業の取り組みは、どちらかと言いますと、大規模な農家で、土地利用型のところで広く展開しているというような現状がございます。で、その次ですけども、そうした中、これは先ほど申し上げました、基幹的な農業従事者数の推移です。で、これをご覧になっていただくと、もう65歳以上がもう増えているということと、あとは農家戸数も減っているということでございます。で、こちらは新規就農者の推移ですけれども、新規就農者も横ばいで推移していますけれども、近年はだいたい600人、500人ぐらいで推移しております。で、これはですね、一頃に比べると減ってるんですけども、だいたい新規学卒者、それから U ターン含めて、継続的に人数は、少ないですけれども、確保している状況でございます。で、次が、これがですね、1戸当たりの平均傾向地面積の推移、予測も入ります。で、これを見てご覧いただく通り、この黒い太字がですね、販売農家数になります。
で販売農家数は右肩下がりで減っております。でこの下のですね、丸とか 色付きのこのグラフにはについては先ほどちょっと出て見ていただきました地帯別のそれぞれ代表する地域を書いております。でご覧になっていただく通り一番上のオレンジの線これが宗谷地方で下の、四角ですねこのグレーの部分が釧路ということでこの2カ所については酪農地帯ということになります。でご覧になっていただく通りもうこういうこの地帯になりますと、1個あたりの経営面積が70ヘクタール平均で70となっております。そうしますと多いところでは100ヘクタール以上の経営規模があるということでございます。でその下ですね、まあ、有名ですけど十勝地方になりますとこれは黄色になりますけれども十勝地方でもだいたい30ヘクタールから40ヘクタール超えるぐらいの平均経営面積を抱えているということでございます。そうした中でですね有効求人倍率ですね、求職者1人当たりの求人数をご覧になっていただきたいんですけれどもこれは全国で見ます と、これは農耕作業員とか養畜作業員で見ていただきますが、こちらの全職業に対してやっぱりその農業の従事者に対する有効求人倍率が高いということで農業現場については他産業に比べて人が減っている不足しているということがあります。で北海道右側を見ていただきますと北海道は全国に比べてより一層ですね人不足が進んでいるというところです。で養畜作業員につきましては 3.84 人ということでまあなかなか人が集まらないというような状況でございます。でこうした中ですね多様な担い手の確保に向けまして北海道も自衛官 OB への勧誘ですとかあとはそのデイワークなどのマッチングアプリの活用などさまざまな人の確保について地域ごとに取り組んでいる現状がございます。でそうした中ですねこうした課題を抱えている北海道としましてさまざまな人の確保ということはありますけれどもまずはその大規模な農業経営の面積を抱えている中でいかにして効率的に農業を進めていくかというところが課題です。でそのためですね2020年の3月に北海道としてスマート農業推進方針というのを策定しております。でこの中で、右の方で取り組み方向というところを見ていただきたいんですけれどもまずこのスマート農業の推進方針を作成した段階の問題意識としましてはやはり今後の農業振興を考える上で、人が減っている中その大規模な農業経営体を支えていくためには、ICT 等のスマート農業の技術によってですね労働力の足りない部分を補完していくというところを念頭に置いた推進方針でございます。でここで取り組み方向としては、技術情報の発信ということでさまざまな技術情報を発信していくですとかあとは人材の育成ですね。これはスマート農業を支えていったりあとはその技術を知って教えていくとかそういうようないわゆるその研修をできる人たちの充実ということを考えております。でもう3つ目は相談窓口の設置ということで道内の14箇所それから44支所がありますけれどもその中の普及センターに、専門の相談窓口を設置するというところを検討しております。あとはその、先生も問題意識としてご提案いただいた導入コストの低減の部分です。でこちらについては今現地でいろいろ実証成果を集めているところですので、経済性の検証ですとか各種助成制度の活用などを行っていきたいということです。でその次は技術の実証ということでこちらは各地の技術実証に対する支援を普及センターを通じて行うということ。それからその下2つは農業基盤の整備当然その大区画な補助がないと、機械が走らせられないというところもございますのでそういったそのハード面の整備を情報通信環境の整備とともにやっていくというようなことで推進方針を決めたところです。で具体的にですね情報発信の部分でどのようなことをやっているかといいますとまず北海道スマート農業推進協議体というものをこれはホームページ上にバーチャルで設けているものです。でこのスマート農業推進協議体には農業関係者だけではなくてスマート農業に関心を持つ一般企業なども
参画可能なホームページ上のバーチャルな協議体として設定しております。で現在もあのメールマガジンをですね、その都度発行していますけれども、現在で100号を超えたあのメールマガジンを発行し続けております。でどのような内容のものを発行しているかといいますと、それぞれの企業様でですね、こういうような製品が出ましたよとか、あのこういうような実証をやりますよとか、あるいはこうした機械を活用するには、まあ、格安でこういうことも可能できますよというようなところでですね、あの行政情報だけではなくて、あのそれぞれの企業様の情報なども活用した情報提供を行っているところです。でその下の北海道スマート農業推進連絡会というのは、これはあの行政関係ですとか試験研究、それから農業団体、民間団体を構成員としました推進連絡会議ということで、これはバーチャルではなくて実際の協議会ということで会議体を設定しております。であの人材育成の部分なんですけれども、あの北海道にも道立農業大学校というあのものがありますので、そちらの方で平成28年から研修をあの継続して行っております。でこの研修はですね、あの高校生に対する研修も行っているのですが、あの団体職員ですとか、あの市町村の職員、それから普及指導員も対象にして、あの座学とですね、 GPS の装着トラクターによる体験型の ICT の農作業機器実践研修ということで、あの、まあ、触れていただくということですとか、あとはどういうような作業ができるのかっていうのを体験してもらうというようなメニューが主になっております。でこうした研修もあの継続してやっております。であの推進方針で示しています具体的なスマート農業技術の例で、これはあの相当している例ですけれども、まあ、1番から14番までございますが、大体のロボットトラクターですとか自動操作システム、それから可変施肥が可能なあの散布機能ですとか、そういうようなものをあのスマート農業技術としてあの想定をしております。で、ここでですね、スマート農業の普及拡大に向けた課題についてあの触れたいと思います。まずあのスマート農業技術に対するその理解と導入の促進がまず必要だということです。でスマート農業技術の導入に向けた地域での取り組みの促進が必要なんですけれども、その際にですね、まあどのように効果的な普及を拡大を図っていくかというのが大きな課題となっております。それとあとは地域におけるサポート体制、こちらはあの先ほども人材育成が必要だということでお話ししたのですが、 ICT 技術に明るいサポート人材の育成というのがとにかく必要だということと、あとはそのユーザーに対するメンテナンス対応ですとか規制等の理解の促進ですね、これはあの法律関係、規制関係になりますけど、そうした情報の提供も重要だということです。あとはその3番目のですね、あのご指摘ありました導入コストの面です。でやはりまだあの高額なあの農業機器、それから機械がございます。で全員がそういうような高い機械を入れられるかというと、そうでもないというところがあります。であのスマート農業の機械についても、これからどんどんあの一般的にですね、普及が始まってくると、あのコストも低くなっていくというふうに考えますけれども、今、まああの導入コストをいかにして低減していくかというのがあの課題です。そのためにやはりあの国の施策の活用ですとか、あとはその共同利用シェアリングなどによって導入コストを低減していくということ、それから官民連携した標準化を進めて、あの既存の技術ですとか部品の活用についてその開発コストの低減努力を進めていくということが必要かなというふうに考えております。具体的なあの事例をここで一つご紹介したいと思います。あの岩見さんの事例はあのちょっと後ほどご覧いただきたいと思います。あのこれはですね、あの北海道にあの稲作地帯であります新十津川町というところ の取り組みの事例になります。で新十津川町は今のままでいくとですね、2040年には農家戸数が半減してしまうのではないかというようなあの、まあ、ことを危機感を抱いている地域であります。でそのためですね、家族経営による規模拡大に対応するためにスマート農業技術をフル活用しているということをあの目的にして取り組んでおります。で地域での取り組み、その下の真ん中になりますけれども、具体的に何をしているかといいますと、まあ、これはスマート農業技術の開発辞書プロジェクトという事業を活用しまして、あの令和元年から2年にかけて、あの春作業の効率化、それから米の品質向上について取り組んでおります。
具体的にはですね、ロボットトラクターや直進アシスト田植え機による作業と基準作業との所要時間の比較を行って労働時間の削減効果の検証等を実施しております。でその右の取り組み効果の欄をご覧ください。これはですね、実証した中でこう見ていただくと、スマート農業を活用することによって、まあ、育苗ですとか移植の春作業のうち 28.3% の時間が削減できたというような効果があります。でその削減できた時間を何に使うかというと、ここの地域では施設園芸のトマトの作業に割り振ったということです。でそうすることによって、まあ、収益がここで言いますと、117万円ほどの、まあ、増加がありましたということです。ただですね、この導入を した場合としない場合 その機械の導入コストも含めたその経営効率といいますか費用の効果というのは大変残念ですけど、まだそこまでは実証ができていないという段階であります。ただここで実証したのは作業時間がスマート農業でかなり低く抑えられたことによって違う高収益作物に転換していって収益を確保したという事例でございます。でこの中でですね、その活躍が期待される農機ということで直進アシスト田植え機と農業用ドローンというのをご紹介しておりますけど、この地域では30台ほどのドローンの導入がこの実証をやることによって地域でやっぱりドローン活用して、まあ、防除などを行うと非常に作業効率が上がるということで、現時点では70台以上のドローンが導入をこの地域で進めているというようなことになっております。最後にですね、道内各地域でのスマート農業の推進事例ということで、これは北海道岩見沢市、それからサラベス村というところで実証しているものになります。で先ほど冒頭ご紹介ありました、未来このですね、今回の会議 の内閣府さんの事業も活用しながら、スマート農業を進めるというような取り組みも北海道として進めております。以上は簡単ですけれども北海道の事例紹介とさせていただきます。どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。それじゃあ早速私のスライドを1枚上げてくれますかね。はい、ありがとうございました。北海道の事例はね、非常に分かりやすくて、このスマート農業っていうのは一体どっから取り組むかというのがもう、皆さん我々も含めて迷うわけだけど、まあ、今回稲作と畑作の、大規模農家多いところについては、取り組みやすい、効果がよく見える、だから、自動運転の大型機械とか、ドローンを使ってと、でその場合の投入労働時間の節約ない、まあ、そういうものが比較的、分かりやすく出てる、まあ、そういうものに逆に言えば具体的にどんどん取り組んでいくということを、まあ、示しておられると思うんですが、2番目はですね、これもご指摘がありますけども、じゃあ、その機械を何年ぐらいで焼却してね、何人ぐらい節約して、最低な必要面積がどのくらいでというようなこととか、あるいは、農業経営者がそれを買って動かすという仕組みなのかね、リースなり、あるいは、外部の業者に依頼して利用料を払うとか、まあ、こういう問題とも関わってくるので、スマート農業の入れ方を、まあ、いろいろ工夫するのではないかというのが2番目です。で3番目は、どうしてもスマート農業部分技術になっているんですね、まあ、それはしょうがないんだけども、まあ今の時点では可能であればですね、例えば僕は一生懸命進めているんですけども、ドローンによる稲作の直巻き体制、僕はその方向にこれから向かうんじゃないかと思うんだけど、そういうトータルのスマート農業の適用で新しい体系を作り上げるというところもそろそろ取り組まなきゃいけないし、まあ、そのための、まあ、必要な、まあ、実験補助内というようなものも しておく必要があるんじゃないか、この 3つを同時にこうずっと進めるということがスマート農業の、まあ、非常に多様なものがありますけれども、
大事な点じゃないかなというふうに思っております。で、この後も議論になりますけど、私の後に、農研機構の宮武さん、発言をお願いしていいですか。スライドは特に用意してませんけど、宮武さん発言できる。はい、農研機構の宮武でございます。はい、よろしく。はい、どの辺からご説明すればよろしいでしょうかね。本当わずかな時間しかないので、はい、北海道の取り組みについての課題なりですね、はい、とうとうコメントしていただければと思いますが。はい、北海道は今ほどの説明もございましたように、全国でも一番スマート農業が進んでいる地域でございます。で、特に注目すべきは、同じエリアの中にですね、スマート農業技術を導入可能な大規模経営が集中していらっしゃるというのが北海道の大きな特徴ではないかなと思います。で、このためにですね、例えばその、GPS の誘導のための基地を整備したりですね、そういった地域ぐるみでの取り組みがしっかりされていて、そういったサポートの下で、スマート農業技術の普及が進んでいるというのが素晴らしい点だと思います。で、今後の課題としていくつかございましたけれども、一つはその生産コストの関係がどうなのかということでございますけれども、これは今スマート農業実証事業の方で、生産コスト、労働時間、こういったデータを今出していただいておりまして、昨年、水稲関係を中心に、そういったコストであるとか労働時間がどういうふうになるのかということで中間報告をさせていただいたところでございます。で、今年も引き続きデータを集めておりまして、水田作に関しましてはそういったデータをもとに、スマート農業技術の標準的な労働時間とか標準的な、生産コストとかですね、そういったものを算出して、それをワグリ上で公開いたしまして、で、そういったデータベースを使って、どれぐらいの面積、自分の経営だとどれぐらいのスマート農機を組み合わせて入れるとプラスになるかとかですね、どれぐらいの面積まで増やせば採算が合うかとか、そういったことをシミュレーションできるプログラムも、合わせて公開する予定でございます。ちょっとセキュリティの関係とかですね、チェックに時間がかかっておりまして、少し公開時期が遅れるかも分かりませんけど、今そういった準備を進めているところでございます。それから、あと、自家で導入した場合がいいのか、それともリースのような形で、共同利用した方がいいのかというご議論がございました。で、これに関しましてはですね、例えばドローンのようなものを団体さんとか企業が所有して、それでもってサービスを行った場合、それから、複数の農業法人さんが、機械をシェアリングする場合、で、こういった場合、農家負担がどの程度減るのか、それから、そういった事業を運営する団体とか企業とかの採算は合うのかどうか、こういった点をですね、検証しようということで、昨年度採択のスマート農業実証プロジェクトからですね、そういったシェアリングであるとか、リースなどのサービスについての、経済性、これの分析も現地実証で開始しているところでございます。で、今年ようやくデータが集まり始めたところなので、まだ分析はこれからですけれども、そういった分野の採算性の分析もやっていく予定でございます。それから最後は新十津川の、話が出ておりましたけれども、北海道規模は非常に大きいんですけれども、気候条件的に言うと稲作はかなり厳しい条件でございまして、田植えの期間にしても2週間かそこらしかございませんので、期間が非常に短くて限られてしまうと。で、関東あたりだと1ヶ月半もかけて田植えをしてますので、ロボット田植え機入れてもロボット田植え機の利用面積が非常に大きく取れるんですけれども、北海道のように、2週間しか作機がないところでロボット田植え機を入れるとなかなかこう採算を取りにくいというような地域の条件があると思います。まあ、そういった地域の条件を考えながら、例えば、田植え機ではなくて乾電直販をロボットで行って、で、その機械は当然畑作にも活用できますの で、そういった形でコストを下げていくとかですね、体系としてどうやってコストを下げるかということをこれから考えていく必要があるかなと思いました。以上でございます。はい、どうもありがとうございます。それでは引き続いて全農の平野さん、ちょっと別の角度の問題提起かもしれませんけども、よろしくお願いします。はい、全農の平野でございます。スマート農業推進課平野でございます。よろしくお願いいたします。
それでは恐れ入りますが、資料の共有をお願いをいたします。先ほど来北海道のご説明がありましたが、北海道は日本の中でも本当にスマート農業が進んでいるというふうに認識しております。その中で私がこういうご提案をするのはちょっと僭越なところはございますけれども、少し違う視点のスマート農業の取り組みはいかがでしょうかというご提案をしたいというふうに思っております。ダルビオフィールドマネージャーというシステムをですね、全農では、この春から利用ができるようになってございます。次お願いいたします。これですね、もともとドイツの、企業が、BASF 社が開発したもので、それをですね、全農と共同で日本国内向けに、アレンジをして、この4月にリリースをしたというものでございます。世界で言いますと16カ国500万ヘクタール以上ですでに利用されているというシステムでございます。次お願いいたします。ザルビオというシステムは栽培の発種からですね、最後の収穫までを AI が見守ってくれるような、見守りながらアドバイスをくれるようなイメージのシステムでございます。次お願いいたします。機能いくつかございますが、特に特徴的なのは緑色のところですね、 AI による管理支援ということで、生育を予測して、例えばそろそろ施肥のタイミングが来ていますよとかですね、水管理をしてくださいというようなメッセージを発する、スマホにメッセージを飛ばします。それから今のところまだ限られた病害なんですが、病気が出そうですよと、リスクが高まっていますというようなメッセージを発することができます。それから大豆では、雑草のですね、管理体系を提案したり、雑草の発生リスクが高まっているというようなメッセージを発することができます。それからその下の青いところですね、活用可能な情報というところで、気象情報、それから植生マップ、これは人工衛星で撮影した、マップでございます。それから土壌マップ、こういったものを手軽に利用できるようになっています。次お願いいたします。まず管理機能として記録、栽培の記録をする機能がございます。ただここはですね、他のシステムでもございますので飛ばしたいと思います。次お願いします。次が作業計画指示の機能ですが、これもですね、使いやすさ、それは胸を張れますけれども、他のシステムでも実現することではないかなというふうに思います。でその次お願いします。こちらがですね、ザルビオの非常に特徴的な機能でございまして、左側は水筒の例です。4つの病害、モンガレ病、灰餅、ホイ餅、それから白剥がれ病、この病害のリスクが高まるとですね、アラートという形で、ユーザーにリスクが高まったよというようなことを知らせることができます。ユーザーはそれに基づいて防除を実施したり、あるいは逆に防除する予定だったけれども、これならやめても大丈夫かなというような判断をできます。こういった判断材料として使うというものでございます。それから右側が大豆ですけれども、大豆についてもこれは病気ではなくて草ですね、雑草の発生を予測したりとか、それから防除体系をご提案する機能がございます。次お願いします。真ん中がですね、植生マップというものがありまして、これが人工衛星から取ったマップを分析をいたしまして、生育がどこがいいのか悪いのかというようなことを補助ごとに色塗りをしてお知らせする機能でございます。基本的に毎日天候が良ければですね、このデータをお届けすることができます。それから右側は農研機構さんの知見を利用させていただいておりまして、土壌マップが見れるようになっております。各地各補助の土の性質が見れるようになっています。植生マップについては人工衛星画像から分析するものいろいろあると思うんですけれども、毎日ですね、見れるというところが特徴でして、それによってじゃあ追肥作業をどうしようかとかと
ということもできますし、このマップをもとに、可変性比マップを作りまして、それを農機と連携することができます。国産の農機はまだまだこれからなんですが、北海道で普及しているような海外機、イソバスに対応した機械ではすでに対応がある程度できるようになってございます。次お願いします。あと平野さん、少し早めにまとめてくれる？はい、これで終わりにします。はい、最後まとめになっております。以上で説明を終わります。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ある意味では別な角度の、スマート農業、ソフトの方から、ね、入る入れ方も ありがとうございます。それじゃあこの後参加者の方からどなたからでも、ご質問なり意見なりですね、コメントが、受け入れたいと思います。どうぞ。コメントのある方 は発言いただければ、受け入れたいので、どうぞよろしく。発言ある方はミュートを解除してお話しいただくか、もしくはチャットの方をご送信いただければと思います。よろしいですか？はい、どうぞ。はい、施設園芸分野のですね、株式会社セイワの大出といいます。はい、今日は貴重なお話ありがとうございます。はい、3点ありまして、まず1つ目が、北海道のスマート農業効果によって118万円でしたかね、収益が上がったってありましたけど、あれは収益なのか、収入なのか、それはどちらなのかっていうのを今一度確認をさせていただきたかったの。これが1つ目。2つ目がですね、ザルビオについてなんですけれども、AI、お使いになっているということですけれども、これはその教師データはどのようなものを使われたのか、その時のその教師データは一体何だったのか、データ駆動型なのか、そういったところについてお聞かせいただいて、最後3つ目がですね、これは建設的にということかなと思うんですが、実は弊社もいくつかの自治体とその教育って言ったらいいんですかね、スマート農業教育みたいなことのですね、体系作りということを取り組んでいます。多分大事なことは当然地方創生なんで、その地域でってことかとは思うんですが、そのやっぱり今回この内閣府さんが取り組まれていることでもありますので、その地域で成功した事例をいかにして横展開をさせていくかっていうところで、そういう意味で他の自治体さんとどう絡めていくかっていうところ、そういう意味で自治体横断的な取り組みなんかもですね、こうできればいいか、そういった取り組みを今うちも、施設分野ではありますがやってたりはしますので、北海道も施設は非常に強い地域ですから、そういったところで、意見交換などできれば ありがたいなというふうに思ってます。以上です。はい、ありがとうございます。ここは稲作畑作のところで週にやってますんで、施設も含めまた別の機会がぜひあればと思いますけど、それじゃあ早速、先ほどの収益のあれは、北海道どうですか？はい、先ほどのは118万円は収入になります。収益ではなくて収入です。はい、それから ザルビオのとこは全農の平野さんどうですか？はい、教師データ3つございまして、まず1つは、海外ですね、中国やベトナムの知見を集めて作っております。それから2つ目として、日本国内ですで、にオープンになっている過去の、生育データとかですねを集める限り集めて、教師データとしております。それから3つ目として、昨年135箇所で全農が現地試験を行いまして、そこの現地試験のデータを教師データに使っております。以上でございます。はい、ありがとうございます。3番目はね、本当に横展開するためには農業従事者そのものも含めて、技術をどう、学んでいくかと、それを、学ばなきゃなかなか評価もできないとね、いうようなところも大事なご指摘だというふうに思います。私は農業経営大学の校長を兼ねてるんですけど、少なくともそのドローンのね、操縦できるようにしなさいよと言ってるんですけれども、横展開のための技術普及ということは非常に大事なところだというふうに思います。他の方でコメントなりアドバイス等があればどうぞ。
チャットの方にコメントの方が来ております。あ、出てますね。はい。はい、これを見ればいいんだな。はい。あ、業務委託とかね。はい。それから、こいつを上げればいいんだな。じゃあ今出てるのは、よいしょよいしょ、江原さんかな。はい。すみません、ラックマタイバラと申します。はい、どうぞ。あ、ごめんなさい、マタイバラさん。はい、どうぞ。ちょっと変わった名前なんですけど、すみません。はい。はい、私自身は、実はセキュリティ事業会社にいまして、その事業ベースにいろんな地域の活動に参加している立場で今回も参加させていただいてまして、どちらかというと技術屋なんですけども、この件に限らず、いろんなこういうロボットとかサービスを適用する各地域でですね、広く課題に感じているのが、結局提供する側は便利と当然思って提供するんですけど、使う側は全然追いつかないっていうケースが散見してまして、でそこの時にじゃあそのベンダーさんにつどつど業務委託してると絶対コスト的には立ち行かないので、やっぱりある程度使いこなしてもらう仕組み、もしくは支援って必要だと思ってるんですけど、そのあたりは道とか自治体さんとか、まあ、最近よくある中間支援組織とかいうものが多分機能しないとちょっと実現性が低いのかなと。要はツールがどんなに便利でも実際には役に立たないっていうのが結構やっぱり散見しているように見えてまして、そのあたりどっちかというと、まあ、今後の取り組みだと思うんですが、道の中で、まあ、すごく小さい規模でもいいんですけど、なんか支援例とかサポート事例みたいなってございますか。はい、北海道庁いかがですか。農業者が自らあれするだけではなくて、他の仕組みも何か事例的には出てますか。ですね、大体先ほどご紹介しました農業大学校などでの、研修というのを一つ設けているんですが、大体実際農家さんの方で機械を導入する際にはメーカーの方がいらして、で具体的な操作の仕方などをこう技術指導っていうんでしょうか、導入する機械と一緒に教えるっていうようなところもあるかなと思います。北海道庁がやってるものについてはその研修というのは一つあります。ただ中間機構的なものが間に入って業務委託するですとか、そういったことはまだそこまでのことはちょっとないのかなと思っております。はい、また江原さんよろしいですかね。はい、ありがとうございます。はい、大事なご指摘ありがとうございます。他に、他にですね、今チャットの方にマイナビ農業の深谷様から北海道庁様宛て の、 お伺いが来ております。はい、深谷さん発言をお願いしていいですか。はい、マイナビの深谷と申します。よろしくお願いします。はい、今日先生とか北海道庁さんからも、いわゆるスマート農業については自己導入、いわゆる買い取り制と、それからいわゆる、利用料という方式のご提示があったんですが、今やはり農業って全般的に補助金がかなりこう支給されなっているという現状の中で、どうしても国であるとか地方体さんの、補助制度が買い取りに対しては有効なんだけども、利用料方式については補助が適用されないというケースがなかなかこう一つの、利用料を方式をこう進める一つのこうネックになっているのかなというふうに認識をしているんですが、この辺何かその北海道庁さんではですね、利用料方式についても何か、公的支援をこう、これはなかなか地方体さんだけでできる制度なのか、はい、交付金なんかが割と国と絡むというのもあるかと思うんですが、ちょっとその辺をお聞かせいただければ。はい。はい、北海道庁さんいかがですか。ご質問ありがとうございます。まずですね、補助金については大体その国の補助制度を活用して導入する場合が多いと思います。
して、ご承知の通りですね、利用料方式の補助金というのは今のところないかなと思っています。ただ、地域段階でその ICT を進めるんだというようなところがあればですね、道庁は今のところそういった補助制度は設けておりませんけれども、もしかすると市町村段階とかそういうところで独自にですね、そういったその補助金を出すような仕組みを作っているところがもしかして全国的にあるのかもしれませんけど、ちょっと北海道ではないのかなと思います。で、利用料方式というか、その利用料程度をその補助するというよりは、むしろそのスマート農業を導入して、いかに経費を削減していって、そこがそのペイできるようになるかっていうのが、一番有効な手段かなと。補助金をずっと利用料を補助していくよりは、自走して、その分は違う、例えば先ほどの事例のようにトマトで収益上げるとかですね、農業全体の経営の中でいかにして確保していくのかっていうのが重要かなと思っております。はい、ありがとうございます。そろそろ時間が来ましたので、いろんな角度からご指摘がございました。例えば補助金で言えば リースだと、補助が入る仕組みも出てきたので、今後いろんな形の検討が なされるんじゃないかなというふうに、農研機構の宮武ですけれども、よろしいでしょうか。どうぞ。はい、先ほどリースの件はまだ補助金がないというお話でしたけれども、はい、新たにリース事業とかを始めたり、それから新たにセンシングサービスを始めたりする場合には、新サービス に対する、新事業 の補助金というのが農水省の方で動き始めておりますので、そちらの方ちょっとご確認いただければなと思います。はい、大事なご指摘ありがとうございます。それじゃあ時間が来ましたので、北海道でのスマート農業の入れ方の、いろんな角度でのご指摘ありがとうございました。それではこの後お待たせした山形県の取り組みと課題について、移りたいというふうに思います。じゃあ山形県お願いしてよろしいですか。はい、山形県です。じゃあ今資料の共有をいたします。はい、お待ちください。見えてますか。はい、はい、大丈夫です。はい、菅の山形県の高橋です。私の方から山形県におけます、農業労働力確保の取り組みについて、ご紹介させていただきたいというふうに思います。まず山形県の農業形態の状況というのことで簡単に述べさせていただきたいというふうに思いますけども、これは全国的な動向と全く同じだなというふうに思っておりますけども、センサスのデータで言いますと5年前に比べますと農業形態というのが 16% 約2割弱減少してきているということがございます。中でも、家族形態のいわゆる個人形態と言われるところ、そこの減少が非常に大きくなっているというようなことで、左側のグラフにありますけれども、山形県の場合赤いところが団体形態というのがありますけど、ここはほぼ横ばいになってきて横ばいで推移しているというようなことであります。で、一方で、北海道さんと比べれば当然のことなら高知期の規模というのは全然違うわけですけども、本県においてもここ5年間で、1形態当たりの平均の高知面積というものについては、3ヘクタールから 3.5 ヘクタールということで、約これも2割近く、経営拡大が進んでいるというようなところございます。本県の場合、稲作もございますけども、やはり果樹、野菜等の園芸作物も多く作られておりますので、こういった状況にあるということです。続きまして、基幹的農業従事者の状況でございますけども、これグラフが平成27と R2 のセンサスの結果でありますけども、この5年間で、約 15% の基幹的農業従事者が減ってきている。これ年間にしますと1400人の減少になっているというようなことであります。今後5年後10年後の予測ということで特に予測してみますと、さらに 17%、18% というふうなことで、
大きく減少していくというのがございますし、まあ、65歳以上の高齢者の割合というのもですね、もう8割近くまで、今後 10年後には8割近くまで進んでいくというようなことになってございます。まあ、全国で見ますと、こう基幹的農業自体約 22% の減少となっておりますけれども、まあ、本家はまだ 15% 程度にとどまっているというような状況もございます。もう一つは面積がどうなっているのかということ、先ほど規模拡大が進んでいるということがございました。で、山形県の場合、こう10ヘクタール以上の経営体というふうに見ますと、平成27年が10ヘクタール以上の経営体の割合全体の 4.1%、 それが R になると 6.5% も増えてきているというようなことがあります。ただその 4.5% とか 7% ぐらいの経営体が全体の山形県の高知のどのぐらいを担っているかというと、 R2 年で見ますと 6.5% は全体の約4割の農地を担っているというふうなことで、まあ、規模拡大が進んで、そういった大きい経営体に高知が集積しているということがございます。あともう一つ、今日のメインテーマでありますけども、労働力の確保というようなことですけども、これ山形県の雇用の状況というようなことでありますけども、雇用のこれ延べ日数でありますけども、上雇と臨時雇いの合計というようなことになりますけども、これ見ますと一番左側のグラフありますけども、平成27年が138万4000日、2日になりますけども、それが R2 であると126万1千というようなことで、実は経営体も減っていて、雇用の数も総数では減ってきているという実態がございます。で、じゃあ雇用している経営体の割合はどうなのかというのが真ん中でございますけども、これも割合的には 31% というふうなことで、減少してきているという状況があります。で、これなぜかというところになると、こっち一番右端のところのグラフあるんですけども、うん、例えば、常雇常雇いのところですけど、一経営体の雇用者数と、経営体の雇用者で見れば、確実にこれ2割近く増えているということがありますし、うん、今度、臨時雇いについては、経営体で見ると、4割増えているというようなことであります。ですからこう雇う経営体は減っているんですけども、残った大規模経営体、比較的意欲ある経営体のところの雇用が非常に旺盛になっているというふうなこと、これが本県の大きな状況かな。これはおそらく全国的にも同じような傾向になっているんだろうというふうに私は理解しているんですけど、そういった状況がございます。で、これはですね、次のページがこのアンケートを調査した結果です。ちょっと古くて平成29年のアンケートですけども、園芸作物の生産者のうちですね、やっぱり 90% の人が生産者のうち労働力不足に不安を持つというようなことで、アルバイトや臨時雇用によって対処していきたいというのを、残念ながら常雇常雇いというふうになりますと、やっぱりコスト、雇用コストがかかるというようなことで、アルバイト臨時雇用に対応していきたいというのがあります。で、雇用したい人材ってどういう人ですかと聞きますと、高齢者、女性、若者、ジュニア多いというようなこと、未経験者でもいいんですけども、やはり、受ける可能ですけども、通勤が可能なもの、より近場の人、そういったことを求める傾向がございました。一方で今度、働きたいという人の意向、求職者の意向というようなことですけども、女性、高齢者、大学生、約6割の方が、まあ、農業でアルバイトした、あるいはボランティアの関心がある。ということでございました。作物で見ますと、果樹を希望する人が全体の約6割、野菜を希望する人が3割、その他畑作物等が1割というようなことで、圧倒的に本県の場合ですと、やっぱり果樹を希望する人が多いということです。この大きな原因として、本県の場合、特産のさくらんぼ店がございます。臨時雇用の大部分が実はさくらんぼというふうに言っても過言でもないということであります。で、さくらんぼの収穫というのは非常にさくらんぼ狩りというのと観光資源にもなるぐらい、こうやっぱり作業としての魅力があるということもあって、こう果樹を希望するとい
という人が多いんだろうなというふうに思ってございます。あとアルバイト、ボランティアを希望する頻度については、同日、祝日、休みの時を希望する人が多いというところがございます。あとは時間帯でも午前のみを希望するとかですね、そういった短期間の労働力というふうなことを働きたいというのが多いというふうなアンケートも取ってございます。まあ、それを受けて本県では平成30年度に山形県農業労働力確保対策実施協議会というのも設置してございます。この中で農業全体の労働力確保対策を検討するワーキングチームと、あとは本県特産のさくらんぼに特化した労働力確保を検討するワーキングチームと2つを設置して、さくらんぼを先行させて、その後それを他の農作物への横展開を図っていくという取り組みを進めてまいりました。で、これまでの取り組み状況というようなことでございますけども、従来については上の方にありますけども、ハローワークによる斡旋、シルバー人材による労働者の派遣、あるいは JA の無料職業紹介所による斡旋というようなことが取り組まれてまいりました。そもそもちょっともう少し昔に行けば、もともと雇用した頃はですね、まあ、親戚だとか、あるいは近所の人だとか、そういった血縁関係のあるところ、身近な人、まあ、そういったところを雇用したわけですけども、どんどん規模拡大が進んできておりますので、それだけでは足りなくなって、今言ったようなハローワーク、シルバー人材、あるいは JA の無料職業紹介所による労働力の確保という動きが出てきたという、それでもやはり足りないというようなことがございましたので、今度、教員会による新たな取り組みということで、その下にあります。山形県の場合ですと、仙台県が一番大きな都市になっています。まず仙台県のそういった潜在労働力もなんとか使えないかということで、さくらんぼの研修ツアーとかもやってまいりました。ただこれがですね、コロナ禍の影響でできなくなってきているということがあって、矢印の中にありますように、ちょうどコロナ禍の影響を受けているところ、県外あるいは隣県というからの労働力の確保というのは実はできなくなってきていて、おります。あとその下にありますように JA グループ山形で求人ウェブサイトを運営しておりまして、その労働力の呼び込みではあります。これも県内に限定せざるを得ないという状況。その他本県の場合です、後ほどちょっと説明しますけど、子育てママの掘り起こしだとかですね、学生ボランティアの受け入れとかということをやってまいりました。で最近今年度からこう今力を入れて始めているのが、先ほど北海道産発表のちょっとで出ましたが、令和区による1日農業バイトの推進というようなこと、これは副業、若者世代、そういったものを掘り起こしていこうというようなことで、本県の場合、今年度から本格的に取り組みを始めております。あとは農福連携の取り組み、あとは企業と連携した作業自宅の施行だとか、というようなこともございますし、あとこれに抜けているのが、旅行業者と連携した、農業作業体験ツアーというのも、首都圏等でさくらんぼ、あるいは庄内書きとかですね、そういったことまでやっていくということになります。これが具体的に言うと JA グループのウェブサイトの求人というようなことで、これも県内はじめ県外から、これまではかなりの応募があったということですけども、コロナの関係で県外からができなくなってきているということになります。次はこれが子育て中のママさんたちをなんとか作業に手伝ってもらえないかということで、子育てママにこれ通称チェリーマミと言っておりますけども、専用のページを立ち上げて、子育て中の女性の方がさくらんぼの作業に親しみを持っていただいて、取り組めるようにいろいろ工夫をしているという取り組みであります。次が学生ボランティアの受け入れということであります。これも県内外の大学生を、まあ、遠農隊としてボランティアの受け入れということでやっております。R 元年度については延べ623名というようなことをやっております。その他、農業高校生によるさくらんぼ作業体験など、さくらんぼサポーター企業というのも立ち上げておりまして、そういったところのボランティアの受け入れなんかもやっているというようなところでございます。ただこう、令和2年度以降、これコロナの影響で、遠農隊、海外事業者を対象とした受け入れの見送りだとか、規模縮小をせざるを得ない状況が続いているという状況であります。
で次がの1日アルバイト、デイワークの取り組みです。うん、まあ、本件の場合、山形農業プチワークというふうに名称を打って、このデイワークの取り組みを進めているというようなところでございます。これは1日単位で、あるいは時間単位で働きたいときに働いてもらう。で、農家の人は必要なときに必要な日にち、必要な時間だけ働いてもらおうという取り組みであります。で、これが今年度から本格的にスタートしまして、まあ、7月まで、の今求人がこう出ているわけですけども、延べ、900弱の求人が農家が出されて、そのうち、まあ、7月まで含めて、674人が成立しておいて、成立率とすると 74% というようなことになっている。直近の数字では1000人を超えているという状況になっております。実際の雇用は、さくらんぼが全体の約6割を占めているというところがございます。で、特徴として左側の下の方に円グラフとありますけれども、男性より女性の割合が多いというようなこと、あと右側の円グラフにありますけれども、年齢別の求職者割合というふうになりますと、これについては男女とも、30歳未満、あるいは30から39歳という、ここでこの層、いわゆる30代までの層で全体の約6割というのことになっております。まあ、これまでの雇用労働者の多くはどうしても高齢者が多かったというのことでありますけれども、このデイワークというアプリを使ったマッチングについては、圧倒的にこう若い世代の掘り起こしにつながっているというのが特徴になってございます。今後こういった取り組みを通じてですね、副業だとかそういった取り組みを進めていきたいなというふうに思っております。次が農福連携というのことであります。これも本件の場合ですと、ようやく力を入れ始めてきて、ようやく少しずつ成果が上がってきている取り組みであります。農福連携のマッチングの年度別の推移というのは左側にありますけども、平成30年と R2 年度を比較しますと約4倍ぐらいのそういったマッチングが成立して、障害者による枝豆の除草作業だとか、そういったこともだいぶ進んできているというようなことがあります。で、今年度からはそういった障害者施設の指導者向けの研修会というふうなものも実施しているところでございます。あと全農山形の方ではですね、JA グループが JTB さんと協定を結んで、JTB 関連取引先からの副業として多様な人材を募って、農作業の自宅をしながら、そういった作業をする人材を提供していくという取り組みもスタートしており、現在さくらんぼで、モデル的な施行がされているという状況もございます。で、最後にありますけれども、今後の、展開方向というのことはありますけど、やはりこれから短時間の働き手の確保というのこと、これをなお一層進めていきたいというのを思っています。こういった短期短時間の作業ができる、受け入れられるというのは農業の私は強みだと思っておりますので、その農業の持つ強みを生かして、こういった取り組みをどんどん増やしていきたいというふうに思っていますし、次は農福連携のさらなる推進というようなことで、ここは福祉事業者と農業者のマッチング連携の強化というのをしっかり進めていきたいなと思っております。あとはこう異業種と連携した労働力の確保というようなことで、先ほど申し上げましたように J 全農山形と JTB さんとの連携によるモデルも施行されておりまして、そういった企業と連携した農作業自宅の取り組みを検討施行していく段階に次の段階として入ってきていると思ってますし、あとは特定地域づくり事業協同組合と制度を活用した産業の垣根を越えたようなですね、労働力を融通するシステムの検討というのも一部こう先行している地域もあると聞いておりますけれども、こういった取り組みも必要になってくるのではないかというふうに考えているところでございます。以上でございます。はい、簡単でございますけども話題提供させていただきます。はい、ありがとうございました。それじゃあ堀口のスライドを1枚出していただけますか。では画面をちょっとさせていただきます。はいはい、本当に山形はいろんなご努力を、ね、なされているのは非常によく分かりました。
全国的にはやはりの農業農家そのものの数が減ってくるし、あるいは、家族員のところがねどんどん減っているので、流れとしては、雇われのところをもっと増やすということで、ごめんなさい手書きの汚い字なんですが、全国的には上の方に書いてありますけど、常雇い、それから臨時雇い、それから季節雇用、こういうところで、いろんな種目ですけれども、家族だけではなくて、外部の労働力をお願いするというのが大きな傾向ですね。で、2020年の農業センサスの常雇いというのところは、実は大きく減っているように見えるんですけど、ここは我々見ているところ、やっぱりちょっと調査票の設計が良くなくてですね、実際は常雇いというところもかなり増えているんではないかというふうに思っております。で、今日は特に臨時雇い、季節雇いというところですね。で、ここは今回も少し減っておりますけれども、ここをどう集めるかというので、下の方にも書きましたけども、農村にやはり、労働力が足りなくなってきたので、デイワークがまさにその典型だと思いますけど、都市部で、山形の農業を、あるいはさくらんぼを応援しようというような人が、アプリに入ってくれればですね、これと結びつくと。だから今後はその、手を挙げてくれる人が、農業の側で求めてるアプリなりですね、あるいは人材紹介なりに、そこにこういかに乗ってもらうかという、努力じゃないかと思うんで、それで左のあれを見ていただくと、通常直接雇用だけを考えるわけですけれども、労働者派遣とかですね、あるいはこの後議論があると思いますけど、請負いとかですね、違ったスタイルでそういうのにこう手を挙げる都会の人たちもどう組織化して農業で応援してもらうかと、ここら辺の仕組みをいろいろ考えなきゃいかんということを、いろんなヒントをいただいたように思います。それじゃあ、早速全農の花木さんにですね、少し話をいただけますか。はい、JA 全農労働力支援対策室大分駐在花木です。湯布院温泉で有名な大分県湯布市に住んでおります。今日はよろしくお願いします。1ページのスライドをお願いします。はい、JA 全農は農業労働力支援を核とした地方創生に取り組んでおります。今日は農業労働力の話なんで、このスキームのですね、左についてお話をしたいと思います。まず農業労働力を考えるときに、まずは対象者っていうのを明確にしていかないといけないと思いますんで、まずちょっと農泊はですね、要は農泊しながらそこで労働力として働いて長期滞在を可能にするという、要は農泊プラス労働力支援という考え方で農泊を書いております。それと学校教育はですね、要は将来農業を選択肢として選んでもらうにはですね、子どもの頃にたくさん経験させることが必要だということで、農業学校教育と労働力支援という考え方があります。それとミッシングワーカー、要は働いてもいないけど就職活動もしてない人がたくさんいるってことが、これ社会的課題になってますけど、要はそういう方々の社会復帰の農業体験の場として考える、要はここの対象者がですね、全国で約100万人いらっしゃいます。それとちょっと上に上がっていただきまして、で先ほど農福連携出ましたけど、雇用施策対象障害者って全国で370万人ぐらいいます。それと副業と異業種間連携ですね、今日、先ほど JTB さんの話が出ましたけど、 JTB さんの契約先はですね、ホテル旅館が3000社あります、飲食7000あります、交通1750あります、お土産屋が500あります。要はこのスキームはですね、ミッシングワーカー層100万と、雇用施策対象障害者370万と、J グループの準組合員は600万人おります。それと、JTB さんの契約先の1万2000社を対象に、農業に関わるハードルをどうやって下げて、農業に何らかの形でちょっとずつ参加する、
っていう手法についてですね、あとご説明をしていきたいと思います。仕組み的には全国民参加型をの仕組みをどのように作るかみたいなコンセプトになります。次のページお願いします。まだ動いてない。あ、2ページよろしいでしょうか。はい、はい、OK、どうぞ。取り組みのですね、事業立ち上げを応援してもらう仕組みを内閣府様の方が地方創生臨時交付金事例39という形で準備をしていただいてます、うん、詳しくは地方創生図鑑の方を見ていただければいいと思います、うん、ここで要は事業立ち上げの最初に助けていただきたいのがですね、うん、要は研修費用と車の費用と、うん、そこの移動中の時間に見る農作業動画の作成経費というのを大分県は、うん、この臨時交付金を使って支援をしていただきました。真ん中ぐらいをちょっと読ませていただきます。農業の生産基盤対策は要は新規就農者農作業従事者の両方が必要ですというのが課題だと思います、うん、ですから農作業研修を通じて農業に関わるハードルを下げる必要があります、うん、それは研修体験訓練を通じてですね、ここなんです。要は継続的農業従事者候補生を、ね、選抜するのに最初にふるいにかけるという部分が農業側のリスクになるんで、だから最初に研修という部分を支援していただけるとたくさんの人を呼び込めるというふうに動きます。ですからこの仕組みで農家さんのですね、作付け計画時に要は労働力確保が約束できればですね、そこで初めて農家さんは増産を意識することができるんだと思います。その効果によって農業租税産額を増大して食料安定供給しながら、要はそこに参加してくる人たちが要は今社会的な、まあ、コロナで困ってる人だとか働くことに訓練が必要だっていう人を呼び込みながら、要は農業現場の課題解決から社会的課題解決っていうふうに思考回路を上げていけばいいんだろうというふうに思ってます。で下に書いてますけど、もうちょっと補足しますと、集まるのはですね、初めはみんな素人なんです。ですから技術習得期間の、人件費は農業側のリスクになるというふうになります。ですからしっかり周りでサポートしてフォローする必要があります。パートナー企業については人材を集めて管理して訓練できるというコンセプトをパートナー企業に望んでおります。でその過程をですね、農作業を技術指導するのが JA グループの営農指導員であったり行政さんの営農の方に協力していただいて、現場作業リーダーが育成できる機関を応援していただきたいということです。農業現場もですね、そういう要は既製品を持ってくるんじゃないんですよって、今からそういう人を育てていくんですよっていう要はに農家理解の醸成というのも一緒にやっていかなければいけないというふうに思っております。で次の3ページお願いします。大丈夫かな。あ、3ページよろしいでしょうか。はい、まあ、これ農業センサス、農業センサスで、うん、要は5年間で農業就業人口が50万人減ってですよ。今考えないといけないのは基幹的農業従事者の平均年齢がほぼ70歳っていうことはですよ、あと多分5年間か10年間でそのスピード感と規模感に合うものを作り込まないといけないという発想になります。ですから意識するのは時間的タイムリミットと規模感がを合わせるにはどういうふうにすればいいかというような思考回路でこの仕組みを考えております。次の4ページお願いします。ここで右上の方にありますけど、今作りに行くべきは農業労働力支援の生産基盤は要は人のインフラを作るということがこの事業の目的であります。ページ13ページお願いします。13ページお願いします。13ページ、はい、13、うん、ちょっと時間差があるか、あ、そこです、はい、
ここで労働力支援事業 の、 あの1番をちょっと読ませていただきます、うん、農家の生産活動は基幹的農業従事者だけでなく近隣地域からの臨時的労働力の確保によって成り立ってきたことを考えると人口減少は労働力確保を困難にし農家の存続を危うくさせています。そこで必要な臨時的従事者となる人材について人口規模を有する都市から移動させることを事業化したのがこの労働力支援事業であります。先ほどの対象者を取り込む方策について5番をちょっとあの説明させていただきます。まずそういう人たちを呼び込もうとするとですね、日雇い契約にして現金日払いってすると呼び込めるんです。なんでかっていうと、要は農業が合わなければ次の日来なくていいっていう逃げ道を最初から労働者に与えることによって、まずは来らせないと始まらないっていう思考回路で日雇い契約現金日払いってやると農業に関わるハードルがまず下がります。それと勤務時間出勤日数は要相談、要は労働者の都合が出勤日数っていうふうにするとですね、要は週休2日のサラリーマンが土曜日は農業労働力参加して日曜日は休もうっていうその出勤日数を労働者側に決めさせるっていうことがですね、今反応反 X って言葉がなんとなく浸透してきましたけど、この取り組みはですね、旧サラリーマン一農、旧主婦の一農業者、9割学生の一農業者でいいと思うんですよ。ですから全国民があの自分のライフスタイルの中のほんの1割をたくさんの人が参加してくれれば、先ほど言った時間的タイムリミットと規模感を合わせるっていう考え方はですね、多分農業者の希望で出勤するでは多分集まらないんです。ですから労働者の希望する日数をで人をたくさん集めてですね、だからパートナー企業がシフト管理してあのチームにするということが必要になるということです。それと 現地への、 あの送迎ということです。ですからもともと農業が盛んなところというのは周りに人が少ないですから、人の少ないところに農家が募集しても人が来ないんで、今やれることは人口規模を有するところで人を集めて人のいない農業の盛んなところに送り込むということしか多分やる方法は僕はないと思ってます、うん、ですからそれがその機能を有するのがパートナー企業だということです、うん、6ページに戻っていただきたいと思います。そろそろまとめてくれますか。はい、6ページで最後です。この取り組みはですね、このような仕組みで動いてます。生産者は農家さん JA を通じてどういうことをしてほしいというのが全農に上がってきます。で、全農は要は先ほど農区がありましたけど、福祉施設がやれる仕事は福祉に振って、福祉ができないことは健常者の仕組みの中に振るというふうにするとですね、障害者活躍の場は劇的に増えるというふうになります。で、この下にあの子ども支援ネット、要は引きこもりの生活困窮者の就労訓練事業所を中井アグリは取ってるんですけど、どういうことかというと、農業に関わるハードルを下げることはですね、働くハードルを下げることとイコールになるということです。ですからこの取り組みは農業労働力支援と社会的課題を抱える人を助けるっていう両方の行為ができる仕組みであるということです。以上です。はい、ありがとうございます。それじゃあだいぶ時間がなくなってんで、あの発言を絞ってお願いしたいと思うんですが、まあ、今花木さんがねお話ししたのは、あの基本的に受け負いですよね。あの直接雇用ではなくてね、だからパートナー企業のところに、まあ、いろんなタイプの人が登録をして、それで請け負った仕事に、まあ、チームで参加する。チームならばいろんな人も一緒に作業できやすい、直接雇われるんではなくてね、という、まあ、そういうところが非常に大事なところじゃないかというふうに思いますけど、この点JTB なり中井あぐりさん、何か少しコメントがございますか。よろしいですか。JTB の畑と申します。はじめまして、はいはい、よろしくお願いします、はい。我々も今年度からですね、この事業をスタートしまして、まさに山形県、今日もやってるんですけども、今月からスタートさせていただきました。で、まだまだ課題はたくさんあるんですけども、まあ、我々としてはですね、これまでの単なる人材派遣ではなくて、我々のこうお付き合いのある旅館さん、ホテルさん、企業さん、こういったとこから多種多様な人材をですね、集めてくる。これをですね、主眼に今やっております。で、これはですね、働き手にとっても単なる副業のメリットだけではなくて、
例えば企業の皆様でいうとですね、最近流行りのワーケーションっていうのがあると思うんですけども、このワーケーションと農業を組み合わせたアグリワーケーションというような形で、働き手にとってもですね、魅力的な副業を全国に展開をしていって、今後は県外からの企業の副業として地域に集まってくる、結果的に関係人口が拡大して地方創生に貢献できる、まあ、こんな取り組みをですね、していきたいというふうに思っています。で、やはり安定したですね、労働力を確保するにはですね、安定した農家様のニーズも必要になってくるので、ここはやはり農家さんと今後1年間通してしっかりとチーム作りをしていければなというふうに思っています。以上でございます。はい、ありがとうございます。受け入れ企業パートナーの中谷アグリスさんは何かコメントございますか。中谷アグリの新枝と申します。本日はよろしくお願いいたします。はい、今、花木市長がお話しあった通りでですね、まあ、一番我々いつも苦労するのは、繁忙と閑散の時期をどう人をつなげ止めるかということです。今、おかげさまで大分からスタートしまして、福岡県、佐賀県、一部長崎県、熊本県、で昨年の11月から宮崎の方にも事務所を設置させていただきまして、スタートはしておるんですけど、なかなか仕事があるときに人がいない、もう逆、人がいるけど仕事がないという、そんなバランスが一番難しいものですから、日々その辺で苦労しております。ただ、我々この取り組みをすることによって、先ほど花木市長おっしゃいました、農業に従事することがですね、いかに我々が大切なことか、特にこのコロナの時期にですね、もともとうち土木業が、本業の会社だったんですが、やっぱりコロナの影響をもろに受けて、やっぱりどうしても厳しい状態の中で、まあ、農業も学校給食とかですね、いろいろ戸惑いはしたんですけど、少しでも そういったことで我々がお手伝いできて、日本の農業が守れればと日々頑張っておりますので、今後いろいろご指導よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。それじゃあ少し意見交換をさせていただきたいと思うんですが、一つ質問があってですね、一日バイト、この場合雇用契約とかですね、アシストがどういうふうに行われているかというご質問が出てますけど、山形県いかがですか。上の方の質問だな。はい、そうですね、アシストをどうしているのかということでありますけども、はい、基本的にはそういった関心のある農家さん向けの集めた研修会等で基本的な、うん、このアプリを活用して雇用する場合の留意点だとかですね、注意点、そういうのは啓発をしております、うん、それ以外については生産者と給食する人が直接、うんメールを、うん、とかでね返して、うん、やりたりをして決めているというようなこと で、うん、でそういった状況なので、うん、そういったことができる自信のある生産者から取り組みが始まっているというふうな状況にあります、うんうん、なるほど、ありがとうございます。1日でデイワークはね、まあ、東日本の方は結構皆さんいろいろあれしておられるんだけど、西日本はまだまだなんですよね。そういう意味ではこのデイワークの1日農業バイトっていうのは相手の事情と、それから雇われる側の事情と、それから雇いたい側の事情、それをお互いにこうマッチングする。今まで農業の方はあんまり雇う側のことは考えないでですね、季節に必要になったからいらっしゃいよというだけでいたけど、今は、働く側の人の、まあ事情を聞きながらこうマッチングしていくということをしないと、なかなか結びつかない、まあ、そういう意味でいろんな工夫をなさっていることがよく分かったんですが、他の方でどうぞご質問、意見、アドバイス、よろしくお願いします。マイナビ農業の深谷様から一件、はいはい、チャットが入っていましたので、はいはい、送りました、下の方かな。あ、はい、これだね、深谷さんどこ質問かな。そうだよね、そうです。あ、はい、じゃあ深谷さん
少し発言いただけますか。意見というよりかですね、今、まあ、日本の農業も雇用型農業、まあ、農業法人さんであるとか雇用型農業がすごく大きな比重を占めているという認識があるんですけども、うんうんやはり J さんの役割は非常に大きいというのは認識した上での発言なので、その辺ちょっと誤解がないようにお願いしたいんですけども、どうしてもまあ J さんということになると、J 型収納で、かつ基本的には雇用ってそんなに多くないだろうと、いわゆる雇用契約を結んだとして、まあ、やはり雇用型とかいうことになってくると、ちょっと農業法人さんとか、あと同行であるとかですね、いろんなやっぱり農業法人さんも今、全国で2万社ぐらい。当然J さんが出資型の農業法人があるというのは承知の上なんですけども、今、まあ、農水省としても5万社を目指している中でですね、まあ、そういう取り組みであるとか、いろんな先端的に、もちろん J さんと取り一緒に協業というのはあるでしょうし、まあ、そういう事例ももし各地域でお持ちであったらですね、まあ、ぜひそれにもご教示いただきたいなと思いまして、ちょっと書かせていただきました。はい、ありがとうございます。まあ、今回はね、臨時雇い、季節雇いのところの、あれや、絞っていろんな工夫をしておられるので、まあ、実際農家に近いところの農協がもう本当にいろんな工夫をしておられると思うんですが、ただ一方でご指摘のように、まあ、畜産などはそうですけども、人材紹介業のところを通じてですね、人を雇用する。で最近では、本人は通年雇用だけど、半年は、北海道で働いてですね、冬の時期は、西日本で働くなんていう、そういう、まあ、組み合わせを、これ外国人の特定技能にも入ってますし、それから、日本人の場合もそういう若者をどうやって組織するかというような意味で、ご本人にとっては常用雇いなんだけど、働いてもらう農家の、畜産なり農家の方は、季節雇用とか、まあ、いろんな形態が出てることはおっしゃる通りですね。ただ、まあ、今回は臨時雇いあるいは季節雇用のところを、まあ、ある程度いろんな工夫をなさっておられるということの紹介ではないかというふうに認識しております。コメントありがとうございます。他にご質問なり、あ、すみません、よろしいですか。あ、どうぞ。今のマイナビの深谷さんの方からのご質問の中でございますけども、やはり今日はいわゆる家族経営体を含めた臨時雇用の話をちょっとさせていただきましたけども、まさにですね、企業的法人的経営をしている、そういった経営体の中ではこうきっちり会社の将来を担えるような正社員として雇用する人材の確保というのも実は苦労している状況にございます。これについては山形県でもですね、そういった法人と例えば農林大学校の学生のマッチングの場と、そういったところをこう提供しながらですね、そういった意欲ある法人に、ね、即戦力のある人材を供給していくと、マッチングさせていくという取り組みも進めているところでございます。はい、ありがとうございます。他 いかがでございましょうか。農研機構の宮武でございますが、よろしいでしょうか。はい、はい、どうぞ。はい、今日は人材確保の話が中心だったわけでございますけれども、農業雇用の場合、もう一つ問題なのはですね、非常に離職率が高い、定着率が低いということが問題になってございます。で、この離職率を下げていくための、取り組みについて、農研機構の方では調査を行っておりまして、農業法人における雇用管理マニュアルというような形で成果を取りまとめておりますので、そちらの方もご活用いただければと思います。以上です。はい、ありがとうございます。まあ、本当にどんどん規模が大きくなるとね、臨時雇用ではなくて、いわゆる常雇いで、それも常雇いの中でも正社員として迎える。だから当然正社員になれば、任期の定めのない雇用であり、あるいは退職金だとか、あるいは、昇給昇格だとかですね、今まで農業があんまりやってなかったところの雇用の仕方、あるいは人事評価なんかもそうですよね。まあ、ここのところは実は急いで対応しないと、そういうのがなければやっぱり離職してしまうんですよね。だから定着させるための、まあ、仕組みというのも、ぜひこれから、いろいろ検討議論しなきゃいかんというふうに思います。コメントありがとうございます。他いかがでしょうか。
そろそろ、また相原ですけども、はい、よろしく。日韓企業観点のご相談、はい、ご相談になります。弊社広く言うと IT 企業になりまして、うん、ここ3年ぐらいどういう取り組みをしているかというと、社員どこで暮らしてもいいよねっていう、うん、取り組みをしています。うん、要は本社に出社する必要がない仕事が多いもんですから、うん、でそういった中で今地域の活動もいろいろしているその企画取り組みの考え方の一つとしてですね、地域採用というのも進めています。で我々の仕事を実は月曜から金曜までフルフルで会社の業務やってる社員なんてほとんどいないんですよ。必ず、まあ、知見向上も含めて、空き時間が必ずあります。実態としてはでその中で我々の業界の担当している事業に向かってどんどんキャリアステップを踏む人もいれば、まあ、現実問題としてはいや今のままでいいですという人もいますし、もうちょっと違う地域貢献をしていきたいとか、まあ、いろんなタイプの社員が当然増えてきた中で今どういうことを考えているかというと先ほどの冒頭の北海道さんのような大きい話は多分無理だと思ったんですけど、先ほどの山形県さんのように例えば社員が山形県にいて月水金は弊社の仕事をしてますと、で弊社の社員の状態のまんま火曜と木曜と土曜は、私は専門外なんであれなんですけど桜も農園で決まった区画をラックが責任を持って仕事をしてますその社員がみたいなことができると社員の精神的な安定も先ほどの定着率を含めてですね要はちょっと違った形の副業が地域でできるんじゃないかというふうに今社内では企画を進めてまして、企画を進めたはいいんですけどこれ本当にできるのかとかそもそもそんなことってありえるのかとかですね、全く、はい、IT 企業なのでそこから先の会話先がなくてですね、はい、いろんな実態さんとちょっと雑談をさせていただいている状況です。 ありがとう、大事なご指摘だと思います。実際の現場ではですね、例えばこれ愛媛のみかん地帯で見てたんですけど、公務員とかですね、銀行に勤めてる人が副業として、収穫に入ってくるなんていうのも本当に必要な労働力になってきてるんですね。だからそういう意味で今これからまとめますけども山形県のご努力というのはそういうものも含めて、雇う側の事情だけではなくて雇われる側の事情とうまくマッチングして、多様な形で、人材を確保するということが必要じゃないかというのは特に勉強したところだと思います。で北海道の場合にはスマート農業もみんな関心があるわけですけど、それをまあどういう仕方で入れていくかと、でその場合入れていく場合の観点ですね、当然、入れて、生産性がどう上がり、それがどのくらい、経営に貢献しているかと、大体何年ぐらいでそれを、機械を焼却できるかとか、まあ、そういうことが今大きな課題になっているんではないかというふうに思います。まあ、そういう意味で、今日、2つの自治体からお話しいただいた中で、まあ、いろんな、ヒントなりをいただいたというふうに、思います。それじゃあ私のまとめは、以上で、司会を事務局の方にお返しすればいいのかな。ありがとうございます。はい、